描きがたし。
さっきのアビスの魔術。いや、そうなのか。そういえば混沌の装置とか混沌の回路とか。少なくともそのような平凡、俺がこの近くを調査、奴らは遺跡守衛の残骸から。しかし、あ、じゃあどうしてさっき捕まえて。もちろんあんな奴、ただこの子、その真相は拷問。言い換えればアビスの魔術師は拷問などを張る。なんかとここで時間を無駄にはできない。よいしょ。動くべきだ。宝探しは義侠心を養う。世界は謎だらけだね。準備完了。百発百中。タイム。私を甘く見ないで。影のカラスが雄也を求めている。この剣は分かるかい？動くべきだ。高速決備。ウサギ伯爵出撃。雨のような雨描きがたし。捕まえたにゃ。この剣は分かるかい？甘えたにゃ。
罪の名において、ここ一帯はアビス教団だけじゃなくて遺跡守衛の動きも活発みたいだな。アビスの前、この世に偶然あの酒場で貴様が現れたのと同様に、時間を気にする必要、アビス教団とい同じ樹木より、樹木？奴らは皆、え、そうか、でもこ、あ、そうだ、旅人に、お、記憶？ふん、人は誰しも秘密を、しかし貴様に話す意思があるのならば聞こう。貴様が見たカーンルイヤとはどんな光景だった？あの時の話に、ふん、この世界に来た時、どうやら鬼、そして貴様の兄はカーンルイヤの滅亡、貴様たちがどうやらこの、つまり、そしてその後、その話なら、そうか、貴様が目覚め、しかし今、そういえ、モンドやリーチ、それってお兄さんを探すためにカーンルイ、なるほどな、カーンルイヤに、カーンルイヤは、あれは人類によって建てられた強大な国、神が、そして貴様、それ500年前、人類の、そんな歴史、ふん、このまま過去の、まずはさ、描きがたし、良いものだ。形は精神と共にあれ、動くべきだ。
形は精神と共にあれ。姿を見せよ。私は精神と共にあれ。動くべきだ。御所などもあれば完璧だな。よい。話せや。百発百中。ウサギ。この剣はわかるかい？頼んだわよ。現在は遺跡守衛などと呼ばれているが、当時のカーンルイヤでの幸運期？変な名前だな。貴様たちが考えているものではない。土地は農具で耕すものではない。鉄と血で、カーンルイヤが滅亡、長い時をさまよ、他の滅びた分、なんかかわいそうだ。これ以上深く何はともあれ、この剣はわかるかい？もう逃げ道はないよ。ウサギ伯爵、失礼。断罪の名において。またか。お嬢様の仰せのままに。
画面描きがたし。まずい。アビスの使徒と関係しているようだな。おそらく奴らの行動に関わ、でもこの敵の信仰を巻きとし、崇高なるそれ運命への食器。どうやらアビスどもはある計画を実行、まだ初期段階のようだが、いろいろと試行錯誤をし、運命の食器、確かにライン今読んでいる。一言で言えば渦の魔人、あの海の中にいる魔人だよな。でもオセルに何をしようとして。その事件については俺も知っている。アビス、結果を見れば、この前は神の眷属で、今回は古の魔人か。標的がどんどん大きくなって、アビスはいや、精神のか、そまさかアビス教団の奴ら。今となってはか、だがアビス教団、どうやら汚れた逆さ心臓、そして最古の幸運期の目。最古の幸運、そうだ、話が、ああ、メッセージによれば、天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した。この計画でも、最古の幸運期がどこにあるのか。ああ原油野郎は大聖ダイン、どうかしたのか。気にするな。雨描きがたし。巨大な心臓、しかし信仰は未開かし、それに俺は元、うん、貴様はモンド城の英、それに俺が行けば警戒されるのが目、ああ、それに小さ、信仰を拒む者が信仰の地、俺は一度も神に恩恵を、さあ話せることはすべ、そっか、じゃ、それと汚れた逆さ心臓に、心臓のこととなればセピロス教会も黙ってはいられ、それに誰であろうとは、
にちは。あ、先に言っておくけど、天どうやら現実オイラたちは情報収集に来たんだ。高音機？もうやっぱりし、え、あなたたち歴史について聞きに来たの？遠い昔、確かにとある七天神、当時教会にいる人たち全員、後にこの怪奇事件は失わ、やっぱり？なんでもない。バーバラには悪いけど、まだ変わった出来事？教会に記録されてるものだ。暴君のその変わった出来事は、今では風流廃墟と呼ぶ。誰かがそこに近づくと、天から火の玉が降る。天から火の玉？当時の人々はそれを竜巻の魔人の呪いだと思っていて、その奇妙な現象が一年続いた。後になって教会も暴君の遺恨と竜巻の魔、あの災いはおそらく他に原因があったんだと思うけど、このことは多分わかった。 ありがとう。何やらまた面倒ごとの気配がする言葉が。あ、ロサリア騎士団を探してるなら無駄足よ。あの魔物たち、風魔流の混乱に乗じて、もそれってアビス、ええ、もしかしたら神団長がす、じゃあ君は教会に、でもあなただって、わかった。でも、帰る時、あのおじさんは何してるの？汚れた作でも、いや、それ鎮圧されたオス、今放浪寮を守っている。アビスの使徒がその残魂を標的にし、するな。行くぞ。私を甘く見ないで。ウサギ伯爵、出撃。はっ、はっ、よっ、は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 っ、断罪の名において、動くべき。雨を描きがたし、高所決定。はっ、よっ、ふっ、ふ。近づけば近づくほど敵の数。おう、行こう。俺はここにいよう。わ、どうしてだ？した生き物、狼とは関係ない。そのような行為、それにこういうのは貴様、神はあて、俺の個人的やつらをし、たとえ貴様、神を信じるなとか、強行の道、過去の教訓、最後に、え、カーン・ルイヤは、話はここまで。ああ、本当におかしな人だな。ああ、リーユへの凱旋儀式の時も、まあ栄誉騎士
パイモン、どうしてここに？ああ、ロサリアから。そうか、そしてロサリアが、しかし単純に、ほら。確かに、とにかく栄誉騎士、魔人の残魂。うん、気を。私は精神と共にあれ。私は精神と共にあれ。
お前を歓迎しない。残魂の狼にも防衛のためか。しかしその実力、魔人の足、我々に服し、それ何の儀式だ。トワリンのと狼は屈しない。でもこれ以上何度やろうと、動くべきだ。アビスに使えよ。雨描きがたし試合よ。雨のような矢を絶滅の残響。姿を見せよ、オーズ。アビスの潮流。絶滅の残響。よっ。この剣は分かるかい。アビスの潮なり。精神断罪の名において、残魂。しかしこの、ありがとう。しかし、オーロ、俺も。それってアビス教団は、ありがとう。お前たち、いや、オイラが助けに来た。その、我は、あれは我知能はな、我の攻撃で損傷した。その感じだと、ああ、回転と跳躍、そして火の玉。とにかくこれ、しかも最でもこの役に大助かりだ。オイラたちは、うん、もっとお前たちも。すごい情報が手に入ったな。早くダインに知らせよう。
私が守ってやる。別の天柱中に分け与えられた楽園エデン、私断罪の公女は、別の天柱中に分け与えられた楽園エデン、私断罪の公女は、姿を見せよオズ。雨描きがたし。答えなさい。はあ、行け。断罪の名において、すぐ行く。へい。見かけたが、彼女は気をつけなき。ところで、なるほど、これで最古の幸運期。それだけではない。例えば貴様たちが教科、そうだ、そのシスターから聞いた暴君の遺恨に関する事件だ。狼の試練で損傷し、人が近づくとミサイルを、当時のモンドの、どうやら次は風流廃墟と呼ばれるあの場所に行って。うん、それはどういう意味だ。それって、ああ、わかったぞ。動くべきだ。私は精神と共にあれ。はい。
動くべきだ。おお、この剣はわかるかい。形は精神と共にあれ。雨を描きがたし。わかるかい？宝探しは義侠心を養う。姿を見せよ、オーズ。は？またか。方法の問題、幸運期に元素資格を俺が試してみ。完了だ。はアビスの使徒が今まだ残っている遺跡守衛は全てこのプロトタイプのレプリカ。プロトタイプ。アビス教団の思惑通り、渦の魔人を天空の島にあるカムクラを揺るがす力を。はあ、じゃあこの目はどうするんだ。いや、え、疑いたければ好きにしろ。他の場所に隠それだけではない。不安要素を残さないよう、あの汚れ教会に介入させるつもりはない。破壊？あの七天神像を？バーバラが知ったら今度こそ失神するぞ。
神のものを俺がま、あの遺跡へ戻ってさ、俺がいればこ、まさか、またここに戻ってくるなんて。やっとのことで逃げ出したのに、また自分から入るのか。オイラたちみたいに勇敢な冒険者は、テイワット大陸でも希少だと思うぞ。あの不気味な心臓を見つけるには、前に逃げてきた道を辿っていけばいいはずだよな。よし、じゃあ出発しよう。警戒は解くなよ。どうやら着いたようだな。海水体、気をつけろ。汚れた逆さ心臓に汚される。相変わらずしつこいな、その体から漂う。なるほど、どうやらお前も我々と同じ。その下吹っ切り落とす。断罪の名において、黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。答えなさい。死ね。取れるわけ。ターゲットロックアップ。いけ、姿を見せよ、オズ。やっせ、どれ、さこの剣はわかるかい。
さっきアビスの使徒のために攻撃を防いだぞ。お前のお兄さんアビスとは。ホタル、どうしてダインと一緒に。はい。お前のお兄さんダインを知って。ソラ、どういうことなんだ。ダインがお兄さんの名前。ホタル、その人と一緒にいちゃダメだ。その人は俺の敵。ソラ、これは言わなきゃいけないことなんだ。ホタル、その人ダインスレイブは最後の冠類や宮廷、その時に不死の呪いをかけられ荒野をさまよった。彼が守ろうとしたため。ダインが冠類野人だって。500年前に滅びた。あ、それに民が怪物になるって。今のアビス、ダインはお前の敵って。いいえ、ああもちろん。でも俺はまだホタルとアビスがカムクラを下す前にまだ天理との戦いが残ってる。聞いてくれ、俺はすでに一度旅をした。俺たちはいずれ再会する。急ぐことはないんだ、ホタル。待つだけの時間が十分にある。俺たちには十分時間がある。話してたこと、ま、そっか。まずはお前の鬼、それとあとアビス、ダインはカーン、それって。でもアビス教団の会、それに一緒に探してたお兄さんも、どうしてアビス教団に協力を。ひとまずオイラたちの旅は お前のお兄さんが旅人、一緒に行こう。犯罪の名において。またか。答えなさい。またか。
大丈夫か？オイラも気をしっかり。オイラは今はまだ受け入れられないかも。お兄さん言ってた旅が何なのか終点でもこれから。それって確かにあの神が。おお、もう風神と眼神の二人には会ったから。おお、だからどうやって行くか稲妻の人に。たオイラもだ。リーユエコーに彼女に聞いて。こんにちは。で、ちょっと聞きた。ああ、な、よかった。でも、ルイ、その方法を使ったからあの時頼ることができたのは、自分の逃げ出した後、何日も海を漂流した挙句、食料と飲み水が底をつ。でも、終わりじゃなかった。そう、まさに九死に一生の旅。そんな危険なのか。だって、あそこは窮屈なんだもの。あ、稲妻の様々な事務を管理している部門、その勘定奉行、それから最高教の悪口を言う。だからどうしてもいか。そう、それら問題を。稲妻に人を寄せつ。あそこはただ。でもイカダは危険す。違う違う、あそこって一。そうだな。でもこんなにリスクが。南十字戦隊に。じゃあ全
動くべきだ。私は精神と共にあれ。雨描きがたし。この剣はわかるかい？股間奥義。眠る宝よ。描きがたし。任務の目標は
別の手。雨だれ石をもうがつ。旅人にパイモンじゃないか。きっと来るだろうと思ってたぜ。パイモン、気にしないでくれ。ただ拙者は運命の出会いには意味があると信じているだけでござる。似たような、どう見ても私はそんな、こいつは帰る船と海かそれはきょせっかくの、ちょっと待って。お、南十字部参加にあたっての、もちろん2つ、参加者は神の目を持っていてはならない、実力の差が開いちまう自分の実力に自信があるのは知ってるけど、竜や虎が隠れているのがこの理、あんたみたいに、でもオイラだ、そうけ、それも拙者が手、そんなものがあるのか。所持者がなく、その抜け殻、ああ、その強者を神の目を持ってないのなら、これが、そうだぞ、稲妻なんだ。そ、もしあんたが勝ったら商品を神の目から稲妻に、こいつを武闘どうする、稲妻、よし、さすれば。
ってるんだ。あら、薬草が残りわずかしかないわ。パトロールはここに行ってからこっちに曲がる。字が多い。
件はわかるかい？形は精神と共にあれ。動くべきだ。はい。よいしの名においてこの剣はわかるかい？宝探しは義侠心を養う。
動くべきだ。形は精神と共にあれ。形は精神と共にあれ。状況を把握しておこうぜ。確か参加者は
ああ、武芸を極めるためには実戦で経験を積む必要があると。しかし俺たちにとって修行以外にも、あの主なき神の目を手に入れることも重要な目的の。はい、神の目があれば私たちは。そのし、ああ、あのお方。それもそのはず、あの人は武士。彼がレーザー家系飛行の一種。例えば俺の師匠。過去に師匠に挑んだ人は手も触れずに吹き飛ばされた。確かに本当。国費が。もちろんです。ただしかもその後コカハに神の目を。ですので私たちも神の目を手に入れ。大丈夫。そうですね、そうすれば周りから。ああ、そうだが、君たちも。もだったら舞踏会は剣。誰もそんな。おお、それならもう聞いたね。俺か。以前チコガン自由迫撃大会で準優勝したんだ。なんかそんな大会の実質。あの時のことだが、俺は一歩も引かず。結構重い傷を。まあ、オイラたちか。よし、闘技場でよ。そこの若いの、つまりお前も優勝。そうだ、それに神の目は僕にとって唯一足りないもの、そして一番重要なものでもある。いやいや、少し自慢になって。どんな試験にも落ち、みんなの目には。そう、こんなに自信満々ない。そんなのは重要。それに大勢の人に応援。もちろん僕も何日かかけて。ふん、生。よし、僕は試合前の準備をしてくるよ。僕の登場を楽しみに待ってておくれ。なんかみんな自信満々だったり騙されてたり。警察総。次の方どうぞ。まずはお名前を教えてください。まさか嘘でしょ。本当に。え、あの人神の目を持つ。その確認で。やっぱり彼女が。操船儀式で国政さ。ちょっと彼女からさ。この舞踏会は神の目を。本当ですか。噂ではあなたの戦闘力は並外れており、何度も危険な状況をくぐり抜けてき。でも本当に。すみません、形式的なもので。魔人オセルを討伐したことは知っています。他にはありますか。それにふんな。優勝は彼女に。今から参加を。じ、わかりました。はい、登録。大英雄。そのために来たんじゃないぞ。優勝したら稲妻に連れてって。他にも商品が。多分北斗。でも大英雄な。なるほど、誰も。あ、とにかくそうだ、お前は神だから。それにこの手。じゃあ行く。その自信に満ちた表情。ではの優勝候補、彼女の1試合目が今始まるぜ。君大英雄だったのか。こんなのどうやって勝てと言うんだ。なんか一般人よりも弱かったな。あの自信はどこから来てたんだろう。とりあえず勝ったから北斗のところに行こう。何か話したいことがあるみたいだぞ。うん、おま。あんたも見た。そうであるな。今までいろんな。ただから。うむ、悪くない勝負で。実はさっきそれから参加を申し込む人が一気に増えた。中には武道を極めたやつもいる。みんなあんたと勝負したいと思ってるみたいだぜ。一般選手と。だから。え、これが姉君の。それに実際。それはそう。じゃあまず、ついに、ついに来たぞ本日の大目玉。お主の実力では。お
では、おしゃべりは。あなたの大英雄様、このレベルの対決な。はい、よし、やっと来たぜ。大注目の準決勝だ。リーユェの英雄と本大会の台風の目、勝つのは一体どっちだ。商品に興味はない。お前が強ければそれだけで十分。